け、眠い。あ、今ね、北海道にいます。で、今ね、カゼルホールのところでね、カラーリングやってもらって、まあ、肌を黒くしてもらって、まあ、あと、計量やりました。だいたい79キロぐらいだったかな。だからまあ、去年よりは、体重はそうだね、2キロぐらい。かな、去年だいたい76、7キロだったから2、3キロは増えてる。まあけど、まあ仕上がり自体はその動画っていうのはまだまだステージに立ってみないとやっぱ分かんないし、7月ってねまだこう仕上がりきれてないことのが多いんで、まあ明日どうなるかっていうのは分かんないけど、まあ全力で、まあ一番調子いいのは8月9月なんで、まあただね、やっぱ北海道ってあのエントリー数が少ないんで、あのチャンスではあるんで、ここはやっぱりね、しっかりね掴みたいなっていう気持ちはやっぱあるんでね、やっぱり茨城のね、タイトル取っただけではねちょっとねあれなんで、あのやっぱ JBBF でね茨城以外のねタイトル、東日本チャンピオン、僕もね大勢くんと同じでね、そこをね目指していきたいなと。大成、待ってろ、明日はバチバチに行こうぜ、楽しもう。な感じで北海道人こんな感じ、最高の北海道のパワースポットです。明日は東日本チャンピオン目指して頑張ります。ホテルベガス、お前マジか、2階かよ。携帯ボタンを押してください、押してください。おゆっくりおくつろぎください。ベガス、おい、これもいいんじゃない？いいんじゃないの？そうなの？いや、いい感じよ。どれどれ。これ何なの？ここすごいな。一応こういう部屋もあるんだ。結構大人数で寝れるんだね。ベガス。夜景を一望できるベガス。冷蔵庫もあって、あ、なるほどね。そういうやつ、あ、電子レンジあんのいいね。テレビもでかいし、おおいいね。風呂も、お、風呂いいじゃん。めちゃくちゃいいぞ。ね、トイレ、ウォシュレット。バチバチで行こう。大成。今ね、朝食食べて、まあ朝5時前、4時50分ぐらいですね。
まあちょっと昨日のカラーリングを、落とす作業っていうか、まあちょっと朝腰が痛かったんでね、あのリグレに使ってます。しっかりね温めてもらうとびっくり腰になっちゃう可能性もあるんで、ね、嫌な予感したんで、まあ腰のケアをちゃんとしないとまずい。まあね、ちょっとこれだけ朝明るいとね、時間の感覚が分かんなくなっちゃいますね。ちょっとね、会場から20キロぐらい離れたホテルなんで、ちょっとね、ペース配分を。昨日はね、もう夜勤明けで、疲れてたんで、あの夜勤明けずっと動いてて、寝てなかったんで、まあ、飛行機の中ではだいぶ寝たけど、やっぱ飛行機もね、めちゃくちゃサンデッチシートでね、狭くてね、めっちゃかシートが硬くて、まあ、ピーチっていうね、格安航空で行ったから、まあ、あんまりね、まあ、よくはなかったけど、まあ、ちょこっと飛行機の中でも、それでも寝たんだけど、やっぱ背中とか腰とかめちゃくちゃ痛くて、まあ、そんなことがあって、まあ、今ね、風呂入ってるよ。まあ、こんな感じ。まあ、結構ね、夜は夜景とか楽しめるようなホテルなんだけど、もう夜景を楽しむことなく寝てしまったよ、昨日は。そんなこんなでね、今日はあれだね、いよいよ東日本ボディービル選手権、私はボディービルとクラシックフィジーク、この3カテゴリー、ボディービルとボディービル40歳とクラシカルフィジーク、3カテゴリー、大勢君とクラシカルフィジークで、隣同士、めちゃくちゃ楽しい、もうバチバチでね、どっちが強いか、今日ははっきりさせよう、大勢、そんな感じ。髪のセットはね完了した。まあいつも通り顔とか頭の面積を小さくして体を大きくする見せるこう作戦だから、まあサラサラヘアじゃなくてオールバックで、まあこんな感じかな。まあサラサラヘアの方がさ、まあ、自分的にはいいんだけど、まあでももうおしゃれなんて気にしてらんないからさ、戦いだから。今ね会場近くのねコインパーキングに、着きました。こんな感じでね、選手をぶら下げてね、アンチドーピングカードもぶら下げて、こんな感じで、会場着きました。でね、会場にも車止めれるんだけど、昨日はそうしたんだけど、なんか長時間止めると結構なんかお金取られるっぽいんで、まあちょっと誰かにから聞いた、まあ、それが本当か嘘かは分からない。だからとりあえず近くの、タイムズっていうところのコインパーキングに、まあ、ここは24時間止めて2000いくらぐらい、ちゃんとお金の方を見てないけど、まあまあ破格の値段を取られるってことはないと思うんで、まあここで、今日は止めて、しっかりね、頑張っていきたいと思います。チャンピオンになるように、ね、頑張ります。まあ、そんな感じ。サルコン完成。ダウン、ショーリー。
赤い月、まあ、こんな感じで今日はこの夜景を堪能しながら、お風呂に入ってお酒を飲むと、そんな感じで、こんな感じ。あのね、ホテルベガスはもう夜景がいいよ。風呂入りながらもうビールね飲んじゃう。糖質オフだからこれ。このねサントリーの、このサントリーのビールはね糖質オフだからさ、こんなのね。結構時間経ってるからキンキンに冷えてはねえな。キンキンに冷えてるって、もう怪獣並みに痛いんだけど、冷えてはないけど、まあすごい幸せだとはいえちょっとな、まあ、ああ言うてでも簡単には優勝できないよね。まあやっぱり絞りかな。絞りがまだねちょっと甘かったね。まあそれはしょうがない。俺絞れたことってそんなないからさ。まあだいたい8月9月にそれなりにもうちょいいい絞りにはなる。まあそれでまあ去年はそこそこまあね、もっと大きな大会で結果が出たけど、まあ7月はやっぱなかなかちょっとまだ初戦はね、そうだね、そうは、まあ大勢君には乾杯だし、まあ強くなってるね。やっぱ藤井君の選手がしっかり足を作って出てくると結構やっぱ強いね。やっぱアウトラインが結構綺麗だから、藤井君って本当に上半身をもう徹底してさ、こうなんだろう、競い合う競技だね。だからこそなんだろう、フィジーカーがしっかり足までバシッと決めてくると強い。今までそこに穴があったから、クラシックフィジークは。まあでも、今年はそんな一筋縄にいかないし。まあ大勢君も本当いずれはボディービルね、来ても全然いけると思うんだよね。怖い選手だよね。これから、まだ若いし。とはいえまあね、あれだよね。結構年配の選手も結構活躍目立ったんでね。まあまだまだ、全然いけるんだなって思ったし、成長も感じたんでね。まあまだまだいきますよ。そんな感じで。OK。